さあ続いては大竹紳士交友録です。毎週水曜日はこの方です。北郎さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、あのね、今日の10時25分からの NHK でスリルというドラマが始まるんだけど、はい、まあ刺身の妻ぐらいしか出てないんだけど、俺は、はい、小松菜奈ちゃんが主演で、はいはい、もう21歳になったばっかなんだけど、うん、ものすごく感性が良くてね、そうですか、彼女を見てるだけで楽しいからね、うん、久しぶりだね。やっぱ女優ですごいなと思う人はめちゃくちゃ綺麗ではないね、うん、どこかこう崩れた感じ。ちょっと待って。可愛いんだけど、小松ファンには申し訳ないんだけど。説明を出した後にその事例っていう。いやいや、それはでも大事なことだよ。女優としての。面白い女優って。大体見せ方を知ってるわけよ。だから、帰ってね。まあ面白い。面白いっていうか、アドリブもね、すごい効くしね、うんうん。で、取り組み方も真面目でね。いくつぐらいのかな ?21 になったばっかり。になったばっかり。最初に。十分可愛いですよ。めちゃくちゃ可愛い。十分可愛い。ああ、可愛いじゃねえかよ。可愛いよ。それは。でもそうね、お前知らないの小松菜奈を。知らない。主演だぜ。いろんな賞を取ってんだよ、うん。この人も。あ、そうなの、うん、へえ。お前何の役なの？俺は警察の庶務課のね、うんうん、あの、部長で座ってるだけだけど、そこにいるんだよ、小松菜奈ちゃん。大体座ってる。しょうもない親父。俺はもう、塗り絵とかね、うん、電車動かしたり、パズルとかやってる、何にも仕事してない。背も高いんですね、168センチ。高い。ぜひ、あの、暇な方は見てください。うん、それで俺、テレビでね、うんものすごく今気になってるのがね、うんはい、あいつ今何してるって番組でね、うん、好きなのよ。見たことない？あいつ今何してる？あの同級生みたいな。そう、小学校の時に。だから喧嘩別れして、うん、それからずっと喋ってないみたいな。そうそう。あ出てくるやつな。そうそう。あれで俺やっぱ素人は面白いなと思って、うん、要は、あいつ何してるって最初にこう顔が出てくるじゃない、うんはい、その時あ全然変わってないとか言うんだけど、うん、あのタレントのゲストが、うん、もう全然変わっちゃってんだよ、うん、写真とはもうえらい違いだってぐらい変わってんだけど、あのやっぱ年取ってね若い頃の写真とは違くなってくんだけど、うん、その素人をずっと写していくうちに、うん、なんか元のに戻るような顔もちゃんといい顔になっていくわけですよ。不思議な感じをね与える番組で俺好きで、俺春の愛ちゃんの時も見たのね、うん、私も見ました。小学生の友達がいて、それ女の友達ね、でキャン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 遊んでたんだよ二人でね。で愛ちゃんがね中学生になって制服の学生服を着なきゃいけないっていう時に、その友達はね、本当にかわいそうだったって、もう愛ちゃんじゃなくなったようだっていうぐらいに、で愛ちゃんもものすごく辛かったんじゃない、もう泣けてきたよ、あの友達が本当に愛ちゃんはかわいそうだっていう時に、ちょっと待って、意味はあの説明だけど、学生服着なきゃいけない、まあ大西健二、本名ね、大西健二でダンサー、違う、愛ちゃんの本名だよ。あ、そうか、愛ちゃんの本名。大西だったよな、確か。大西健二。大西健二。健二君。ね、はい。で、中学校の時ぐらいも、だって学生服だろ、うん、学生。それで、なんでこのなんか。もう女の子っぽかったんでしょ、小学校の時からずーっと、もう遊んでてて。それが、あの、中学生の学生服を着なきゃならない。着なきゃ、なるほど。もう違う、うん、愛ちゃんじゃなくなっちゃったっていうぐらいに。友達から見ても分かってたんですか、もう分かってたのね。かわいそうだって言ってたけど、いや、それだけやっぱ、あの、悩みとか、あの、性同一障害って、障害って言葉もなんか嫌なんだけど、実にこの、その悩みというのはもう、わからないね。わからないよ。本当にわからないこと。心の性別とね、体の性別が違うわけですからね。ちょっとでも俺が女になりたいと思った時があればね、わかるけど、そういう感覚もないし、マジも男になりたいと思ったことはない。私、あ、まあ男っぽい女の子ではあったんですけど、うん、まあでもね、そういう性同一性障害みたいな感じじゃないですね。男の子に憧れたくらいはありますけどね。それでこの、うん、この問題はね、あの日本は意外と遅れてて、遅れてますね。女が男になる場合、うんはい、いろいろ難しいんだけど、うん、女が男になる場合、うん、その女性は不妊手術をしなければ、うん、戸籍を男にできない。うん、
で、戸籍と男にできるんだね、そういう意味では、うんうん、そうですね、変わりましたね、うん、変わったんだよね、うんうん、でも不妊手術をしなきゃダメ、男になれないっていうのはもう相当遅れてるみたいよ、うん、これ本当海外でこんなないんですよ、ないみたいな、あ、そうなの、うん、女が男の人になる場合はね、逆も、そうそうそう、逆も、うん、男は逆もダメです、ね、男もどっち、これ女だけの問題じゃないですよ、正規、男性が女性になる時もやっぱり子供が作れないようにする、それはどっちにも、あ、そうなの、だからこれ女性が男だけじゃない、それは日本遅れてるのか、あの、そういうことどっちもです、どっちもです、あ、そういうことなの、俺ずいぶん前で新聞で言うんだけど、そんな必要ないじゃないね、別に、まあ、裁判で争ってるケースがありましたよね、最近ね、最近ね、そう、はい、ありました、全然、もう人権侵害だって言って、世界からはすごいバッシングなんです、実は日本のこの状況は、ね、うん、いや、ものすごくね、いろいろね、調べてみたんだけどね、うん、もうすごいね、科学は進んでて、うん、この気持ちはわからないけど、うん、愛ちゃんとか見てると、うん、もう本当よくわかるよね、うん、女の子になりたいっていう気持ち、うん、でも女そのものだもんね、うん、だからああいう感じはよくわかるんだけど、手術とかなんかもね、うん、すごい進んできてるんだ、やっぱどん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 体をこう女性らしくしたりとか、うん、そうそうそう、うん、でね、今まあアイちゃんラジオで言ってたけど、うん、アイちゃんの時はまだ手術ちょっと大変だったから、だからタイに行ったの、どこに、いや日本でもアイちゃんは日本でやってました、でもカウンセリングがずっとあってね、本当になりたいの、まあ、そうそう、どうかのっていうのがあってから、まあ、それもあるんだけど、うん、手術も今進んでるけど、アイちゃんの頃はそんなに進んでなかったから、うんうん、ちょっと大きめに作っとくねって言われて、ちょっと大きめに作られたって言うな。いや、俺たちの時代はカールセル巻きだったね。あの人は外国まで命がけですよね。確かね、お話伺いますけど。作った、うん。もう男どもは見たくて見たくてどうしようもなかったね、あの頃ね。みんな見せてもらったりしてるって話だよね。そうそう。こうよ、こうよって。うん、だから、うん。それでね、ペニスも作れるんだ、実は。うん、女から男になる場合ですね、うん、で、うん、これはもうやっぱ男になったら、うん、男だったらやっぱ女性をこう喜ばせてあげたいって感じは当然出てくるわけだから、うんうん、でこのペニスもね、うん、勃起できるんだって今の技術は、うん、自分の体の肉のどこかの部分で、うん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 、そういう丸いこう作って、だってあれ勃起するのはあれ血管の膨張で筋肉じゃないからね、そうらしいよ、でも。まあ、どのぐらいの。確かやな。確かじゃないんだって、書いて、科学的にね、言ってんだから。科学的にどうなって勃起できるんだよ。そこの部分は知りません。俺は医者じゃないからね。話持ち出したのにまた。いやいや、だからできる、その事実を知っとかなきゃダメだってことなんだ。女の人の場合は、これ、愛ちゃんから聞いたんだけど、あれね、はい、男の人のあるでしょ、うん、あれこう、ひっくり返して中に入れるんで、皮にするんだよね。テニス反転法って言いますね、それは。本当ですか？そんな、コントみたいな、コントみたいな名前ついてんの、それ。テニス反転法。テニス反転法って言います。本当、あれ書いてありますね。本当ですか？で、手術代がね、うん、タイで、うん、12泊で入院21日。うん、ね、うん。で、これ、旅行代も出るわけ。うん、旅行代じゃない。うん、そうです、飛行機代も。飛行機代も。で、ホテル代も出る。で、いくらなの？で、大体いくらぐらいだと？もう100万くだらないんじゃないの？ああ、意外と物の価値が分かってるね。そんなくらい？A クラスで154万。うん、反転でね。で、他にもいろいろしなきゃなんないから、で、日数もかかって大変な費用がかかる。まあ、これはタイのヤンヒーっていうプランね。だから、お金ある人はこういうことができるけど、できない人の悩みはあるよね。まだもっとすごく。あと、もちろんね、この、芸能界みたいな業界でね、うん、カミングアウトして、うん、オネとしては別に構わないけど、はい、社会的にそんなことができない人がもうたくさんいらっしゃる、どういうふうな状況なのか想像つかないよ ね、芸能人はね、うん、そこはもう男って名前呼ばれてもいいだろうし、だからそういう名前のお店とかはね、うん、いいかもしれないけど、それ以外の社会の中では大変だろうね、うん、もう想像できないぐらい、自殺したいっていう願望の人は相当多いんだよ、うん、それで
手術もしできた時に、うん、もう誕生日が二つあるみたいに、喜んで、うんうん、生まれた人を、その喜びの感じもわからないけど、うんうん、その悩みをでも、最近はでも、だいぶ、社会が、見る目が、芸能人のおかげで、寛容になってきてるよね。道を切り開いてくれてますよね、芸能人の人がね。あいちゃんとかそういうのが。俺もドラマで性同一障害にやったことある。あ、そんなことあんの？うん、11人もいる。ああ、やってましたね。うどかんの本なんだ。お母さんになってましたもんね。ああ。おじいちゃんでずっといて、うん、ある日突然、ね、私はおばあちゃんですって告白するんだけど。北郎さんがおばあ。どっちでもいいだろうって感じね。これ、駆動感が俺、やっぱ俺に当て書きしてる感じで。でも面白いね、それは。発想が、だって。発想がね。もうどうしても告白しないことがある。気が済まないもんね、うん、本人にしてみれば。11人の孫たちは、うん、もう男でも女でもどっちでもいいよ。うさぎちゃんと呼ぶとか言って、全部が許してくれるんだけど。いいドラマだね。コントでもやったんだよ。ユージと二人で、実は私、男なんですと女の格好して、男に、もなろうと思いまして、うん、3分後に、やっぱり、うん、女でいますって。また、どっちなんだ、もうちょっと。すごい、悩んだね。悩む、ね、役をやってたね。やってたね、どっちがいいかな。でも行ったり来たりしてもいいじゃないね、うん、自由で。まあ、そんな簡単な、もっと深刻な問題なんだろうけどね。そういう感じあるね。もっと。まあ、その人らしく生きれね。まあ、綺麗に聞こえちゃいますけども、その人らしく生きられれば。そうそうそう。10年後はもっと寛容になってくると思うよ、時代がね。そうですね。でも、周りにいっぱいいますもん、本当に。テレビ出てない関係でもやっぱりいますから。あれが当たり前に受け入れれば。この局の中では、見当たらないけど、隠してる人もいるかもしれないね。何の話してるか分かんない。カミングアウトしたくてもできない。それはいるかもしれないよ。まあ、しやすい世の中になってほしいですよね。太田さんは女性願望はないの？太田さんは多分ないと思いますけど。ピンクですから。頭の中。女性が好きですね。女性が好きで。でも自分のおっぱいしても自分で触れるんだよ。ああ、興味ないですね。本当に最低。北野様、来週もよろしくお願いします、はいはい、明日のこの時間は伊藤聖子さんが登場します。この後は交通情報です。戻るような顔もちゃんといい顔になっていくわけですよ。不思議な感じをね、与える番組で、俺好きで、俺春の愛ちゃんの時も見たのね。私も見ました。小学生の友達がいて、それ女の友達ね、でキャン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 遊んでたんだよ、二人でね、で愛ちゃんがね、中学生になって、制服の学生服を着なきゃいけないっていう時に、その友達はね、本当にかわいそうだったって、もう愛ちゃんじゃなくなったようだっていうぐらいに、で愛ちゃんもものすごく辛かったんじゃない、もう泣けてきたよ、あの友達が本当に愛ちゃんはかわいそうだっていう時に。ちょっと待って、意味は、説明しづらいけど。学生も着なきゃいけない。まあ、大西健二。本名ね。大西健二で。ダンサー違う違う違う。違う。愛ちゃんの本名だよ。あ、そうか、愛ちゃんの本名。大西だったよな、確か。大西健二。大西健二。健二君。ね。で、中学校の時ぐらいまでだって学生服だろ、学生。それで、なんでこれなんか、もう女の子っぽかったんでしょ、小学校の時からずーっともう遊んでてってんだよ、この人も。あ、そうなの、お前何の役なの？俺は警察の庶務課のね、部長で座ってるだけだけど、そこにいるんだよ、小松菜奈ちゃん。大体座って。しょうもない、親父は。俺はもう塗り絵とかね、電車動かしたり、パズルとかやってる。何にも仕事してない。背も高いですね、168センチ。高い、高い。ぜひ、暇な方は見てください。それで俺テレビでね、ものすごく今気になってるのがね、あいつ今何してるって番組でね、好きなのよ。見たことない？あいつ今何してる？同級生みたいな。そう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 、小学校の時に。だから、喧嘩別れして、それからずっと喋ってないみたいな。そうそう。出てくるやつな。そうそう。あれで俺やっぱ素人は面白いなと思って、要は、あいつ何してるって最初にこう顔が出てくるじゃない。その時、あ、全然変わってないとか言うんだけど、タレントのゲストが、もう全然変わっちゃってんだよ。写真とはもうえらい違いだって変わってんだけど、
やっぱ年取ってね、若い頃の写真とは違くなってくるんだけど、その素人をずっと写していくうちに、なんか元のに。さあ、続いては大竹紳士交友録です。毎週水曜日はこの方です。鬼太郎さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、あのね、今日の10時25分からの NHK でスリルというドラマが始まるんだけど、はいはい、まあ刺身の妻ぐらいしか出てないんだけど、俺は小松菜奈ちゃんが主演で、もう21歳になったばっかなんだけど、ものすごく感性が良くてね、彼女を見てるだけで楽しいからね。の久しぶりだね。やっぱ女優ですごいなと思う人はめちゃくちゃ綺麗ではないね。どこかこう崩れた感じ。ちょ、可愛いんだけど、コマスファンには申し訳ないんだけど。娘を出した後にその事例っていう。いやいや、それはでも大事なことだよ。女優としての。面白い女優って。大体見せ方を知ってるわけよ。だから、帰ってね。まあ面白い。面白いっていうか、アドリブもね、すごい効くしね。で、取り組み方も真面目でね。いくつぐらいのかな ?21 になったばっかり。撮影の最初に。十分可愛いですよ。めちゃくちゃ可愛い。十分可愛い。可愛いじゃねえかよ。可愛いんよ。そりゃ。でも、お前知らないの小松菜奈を。主演だぜ。いろんな賞を取って、うん、あ、それが、あの、中学生の学生服を着なきゃならない。なるほど。もう違う、愛ちゃんじゃなくなっちゃったっていうぐらいに。友達から見ても分かってたんですか？分かってたのね。かわいそうだって言ってたけど、いや、それだけやっぱ、あの、悩みとか、あの、性同一障害って、障害って言葉もなんか嫌なんだけど、実にこのその悩みというのはもうわからないね。わからないよ。本当にわからないこと。心の性別とね、体の性別が違うわけですからね。ちょっとでも俺が女になりたいと思った時があればね、わかるけど、そういう感覚もないし、マジも男になりたいと思ったことはない。私、あ、まあ男っぽい女の子ではあったんですけど、うん、まあでもね、そういう性同一性障害みたいな感じじゃないですね。男の子に憧れたくらいはありますけどね。それでこの、うん、この問題はね、うん、あの日本は意外と遅れてて、遅れてますね。女が男になる場合、うん、いろいろ難しいんだけど、うん、女が男になる場合、うん、その女性は不妊手術をしなければ、はい、戸籍を男にできない。で、戸籍と男にできるんだね、そういう意味では、うん、そうですね、変わりましたね、うん、変わったんだよね、うんうん、でも不妊手術をしなきゃダメ、男になれないっていうのはもう相当遅れてるみたいよ、本当、うん、海外でほんとないんですよ、ないみたいな、ね、そうなの、うん、女が男の人になる場合は、ね、逆もですね、逆も、うん、男は逆もダメです、ね、男もどっちこれ女だけの問題じゃないですよ、正規男性が女性になる時もやっぱり子供が作れないようにする、それはどっちにも、あ、そうなの、だからこれ女性が男だけじゃない、それは日本遅れてるのか、あの、そういうことどっちもです、どっちもです、あ、そういうことなの、どっちの場合も、ずいぶん前で新聞で言うの、そんな必要ないじゃないね、別に、まあ、裁判で争ってるケースがありましたよね、最近ね、あ、そう、はい、あります、全然、もう人権侵害だって言って、世界からはあのすごいバッシングなんです、実は日本のこの状況は、いや、ものすごくね、いろいろね。調べてみたんだけどね、うん、もうすごいね、科学は進んでて、うん、うーん、この気持ちはわからないけど、うん、愛ちゃんとか見てると、うん、もう本当よくわかるよね、うん、女の子になりたいっていう気持ち、うん、でも女そのものだもんね、うん、だからああいう感じはよくわかるんだけど。